返してあげて。僕の夢が叶うんだ。でもこれっていたずらじゃないよね。傍受広場の噴水で待ってる。がっかりさせないから信用して。まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。レディーバグでいる限り誰かを好きになっちゃいけない。新たな悪の力、よし、新たなミラクルボックスの驚きの力、ついにレディーバグの正体が明かされる。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新展開の新エピソード。お前の正体は。8月28日まで毎週土曜日夜7時30分から日本初放送。私ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービーの8月は特別。なんとスタジオ地図の映画4作品を毎週月曜日に一挙放送。8月2日は時をかける少女、特別な力を持った少女の奇跡の青春。無理だ千秋。8月9日は未来の未来、未来からやってきた妹との時を超えた旅が始まる。行くよ。8月16日はサマーウォーズ、少年と大家族が世界の危機に立ち向かう。お願いします。8月23日は狼子供の雨と雪、不思議な運命を生きる親子の物語。さらに映画の合間にはスタジオ地図最新作竜とそばかすの姫グッズが当たるチャンスも。スタジオ地図4作品一挙放送。8月23日まで毎週月曜日夜9時ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。ヒヒヒドン。俺にドンするなよ。バッチリバッチリ。マニー、シド、ディエゴたちが幸せに暮らす楽園が。あれって問題じゃない。なんと隕石ショーだ。急げ、隠れないと。絶滅の危機に。あの小惑星に俺たち全滅させられる。それは予言の石碑に描かれた運命。どうやって運命を変えればいいんだ。さあ立ち上がれ。小惑星大衝突から地球を守れるか。奇想天外な冒険が始まる。全員止め。収まってきたみたいじゃない。ただし今のを除く。アイスエイジ5止めろ惑星大衝突、26日木曜日夜7時、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。作戦成功まであと少しだね。